片付ける関係もありまして、幹事長フリートークいかがですか、演説の前に。どんな感じで回ってますか。はい、令和新選組幹事長の高井隆です。どうも今日は本当にありがとうございます。もう炎天下の中暑かったですね今日ね。もうでも本当こんなに皆さんね集まってくださってありがとうございます。実はですね、私幹事長をしておいて選挙の前日まで全国を幹事長の仕事として回ってたもんですから、なんかね高井さん立候補するんですかってこの間ツイッターで言われちゃいましてね、私も全国比例の候補者でございますんで、まあ、今日は選挙期間に入りましたから、まあ、思う存分、自分の PR もぜひさせていただきたいと思いますけれども、まあ、本当にこれだけの多くの皆さんが集まっていただいていることにまずはもう本当に心から感謝しかありません。まあ、明日も明後日もねなんか暑いみたいで、日曜日は35度とかと言ってましたからね、皆さん十分熱中症とかね気をつけていただいて、我々候補者も本当にしっかり気をつけて選挙戦戦っていきたいと思いますので、どうぞ最後まで令和新選組をお支えいただきますようにお願いをいたします。どうもありがとうございます。幹事長またこれ整ったら本気演説お願いしますよ。はい、はい、そして引き続きベースは小泉 P 義人、ピアノ成田雄一でお送りします。でも幹事長あれですよね、民主党時代とかこういうの なかったじゃないですか。いやーなかったですよ、はい、このね、令和だけですよ。こんななんていうか一人一人の市民の皆さんが全部選挙を支えて戦えるなんていう政党は本当にお世辞抜きで令和だけですから、皆さん自信を持って戦いましょう。まだまだこんなもんじゃないですよ令和は、はい、令和の実力は。これ幹事長音楽バックに演説した時はどんな気持ちなんですか。これは不思議な気持ちですよね。ちょっと今の熱い演奏の後になんか政治家の演説ってちょっと合わないんじゃないかと思って、大丈夫ですかね皆さん、ね、負けずに熱く語りそうと思いますけど大丈夫ですか。ありがとうございます。大丈夫ですね。さあどうでしょう、整いましたでしょうか、大丈夫でしょうか。さあそれでは改めましてご紹介します、はい、高井隆です。どうも皆さんこんにちは、令和新選組の幹事長、あこれマスク取ってもいいんだっけ、ダメなんだ、はい、令和新選組幹事長、そしてこの全国比例区の候補者でございます高井隆でございます。私はですね皆さんご承知の通り山本太郎総理大臣を誕生させるためにこの令和新選組に入れていただきました。そしてこの半年山本代表とずっとほぼ24時間一緒に行動を共にしてきましたけれども、だからね皆さんに山本代表の素顔とか裏の顔とかお話ししようと思ったんですけど、もうねあのまんまです。ここで皆さんが見てるまんまの人ですよ。普通ね国会議員とかねもう表と裏があってね、自分の部屋に帰ったら秘書を怒鳴り飛ばしたりとかねふんぞり返ったりする人いますけどね、全くそんなとこがない。そして私が一番感激したのはね、年末年始に山本代表と一緒に炊き出し行ったんですよ。もうね本当に生活に困ってる人たちに寄り添って本気で、本気で寄り添うその姿、この人こそやっぱり総理大臣にしなきゃいけないと強く思いました。皆さん山本総理は誕生可能ですよ、前例がありますから。かつてたった参議院で4議席だった日本新党という党が35議席で総理大臣になりました。その時なぜ35人で細川護熙さんは総理になれたのか、8党連立だったからなんですよ。今の日本の政治もこれから同じ状況になります。野党は分裂をして、そして必ず連立政権になる。その時に誰をトップに据えるか、それは選挙の顔になる人です。演説がうまくて国民の人気がある、そういう人なんですよ。だから皆さんそのためにはこの参議院選挙何としても勝たなきゃいけない。そして隠れ太郎ファンが国会議員の中にたくさんいますから、そういう人たちを私は連れてきます。
幹事長として必ず連れてきて山本総理を誕生させますから、そのためには私高井隆も何としても国会に戻らないといけないんです。国会議員の幹事長としてぜひこの仕事、山本総理誕生の仕事を私高井隆にやらせてください。山本太郎、そして高井隆、一緒に国会にもう一度戻してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。高井隆でございます。